はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日の動画なんですが、今日はリアタイドをやっていきたいと思います。で、今日の先発はどうしようかなと思ったんですけど、再度松本くんでいこうかな。松本選手でいきたいと思います。はい、松本選手ですね。引き続きやっていきたいと思います。まあ、この前はね、そんなに良さを見せられたというわけではなかったので、まあ、リベンジ企画としてやっていこうかな、と思いましたが、どうしようかな。岸選手も見せたいんだよな。岸選手ね、結構ね、使えるですよ。ただまだね、ちょっと特能が進んでないんで、特能がちょっと進んだらまた、ぜひ、コントロール20丸とかつけた後に、極まってるんでね。すいませんね。このコントロール20丸がやっぱりあるのが条件かな。やっぱりビタビタに投げれないとね、結構きついところがあるんで。ってとこですかね。また後日やっていきたいと思います。はい。ということで、今日は松本選手先発でいきたいと思います。あとはまあ、そうですね。中継ぎ陣とかも結構見せたいんですけど、甲斐野選手とかどうかな。モイネロ選手もね、結構強いんですよ。変化量が結構大きいんでね。しかもタイピン持ってるんですよね。藤川球児選手はね、まだ使ったことないんで、ちょっと温めておきます。はい。ということで、やっていきましょう。じゃあ、画面に飛びますので、よろしくお願いします。行ってまいります。はい。では、対戦の方よろしくお願いします。お相手の方は千賀投手ですね。最新のやつですね。結構多いですね、この配信で千賀選手と当たるの。何を狙うかなんですけど、ストレートに反応してセンター前ですね。ギーター刺す。ギーターはね、最近よう打っててるんですよ、僕。さあ、ここ走るかどうか、配球見て考えましょう。もうまたストレート振り遅れちゃった。走ります。なるほど、フォークじゃないのか。まあ、結果オーライですね。フォークを呼んでのスタートだったんですけど、まあ、今のもしかしたらアウトだったかもしれないんで。やばい、危ない。ゲッツーかと思った。助かりましたね、今のは。結構ストレート系統が多いんで、どうしようかな。ここでスロースライダーか。ちょっと読めなくなってきますよね。おー、ね、あっこのフォークね、結構効くときは効きそうなんですけどね、僕もたまに。配球をえらい変えてきたな。どうしようかな。三振。久々三振したような気がするな。打ちにくいな。どうしようかな、迷ったな。何狙うかを迷ったらやばいんだよな。あ、やばい、危ない危ない。いかん、翻弄されてる。どうしよう。ここは一球見逃して、抜けろ。 OK、 ナイス先制点ですね。この1点守っていきたいですけどね、千賀選手なら。相手は先制に成功して、なおもその点差を広げていこうかというところです。いい流れになってますから、勢いに乗ってどんどん行きたいですよね。さあ、何を投げてくる。さあ、ここも続くことができるでしょうか。うわ、スロースライダーは手が出らん。結構うまいな。いや、頼む、落ちてくれ。 OK。 いや、帰ってこれんよな、さすがに。そうですよね。まあ、2点はでかいですね、やっぱね。千賀選手相手で2点はでかいけど、まだやっぱり欲しいですね。もったいない。いや、いいでしょう。2点先制でスタートですね。さあ、この2点を守っていくことが今日のミッションになるわけなんですけども。さあ、松本選手いこう。ただね、育ってない分やっぱりね、きつい。制球43はちょっときついよな。見てくださいよ、この制球力。ここに投げようとしてね、多分どこに投げ、ベストピッチ出た。
ベストピッチさえ出せばね問題はないんですけど、ナイスピッチになっちゃうと危ないですよね。ギリギリぐらいで、あーやっぱりちょっとね制球がねきついですよね。頼む、いやー怖い、行かれた、あーツーベースか。さあ限界が来てるのかもしれないです、このスピリッツさんに。高めに行ってみましょう。 OK、 ツーシームでひたすら行くか。 OK、 追い込んだ、振ってくれ、抜けてみましょうか。何か落とすか、あやばい、いやもったいない、もったいないよもう、うわ最悪、もったいないな、危ない、ちょっと甘かったですね。オッケー、オッケー、三球で勝負しに行きましょう。ギリギリでナイスピッチ、ベストピッチ、オッケー、オッケー、オッケー、いや二塁一塁なんでね、ホームランやね、ホームラン以外はホームランは勘弁。オッケー、さあツーシーム低めでお願いします、振ってくれ、いやゲッツ、なんで、あぶね、いやもったいない、ゲッツは、いや守備力 D の落合選手が響きましたね。あやばい、なんで、危ない、いやもうほんとボール球引っ掛けてほしい、本当に、いやめてくれ、やばいやばい、オーケー、危ない、危ないよ危ない、怖い、いやーここで2点でと終わるぞね、もう1点、もう1点、スワローズリードで迎える最終回です。初球陣、いや飛ばないな、今ので引っ掛けてる、あ詰まってるんですよね。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあブーマー選手行きましょうか。バッターボックスには代打のブーマー、赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを見せてくれますよ。そうですね、ここはそういった役割が求められる場面だと思いますね。なあ、ツーシーム回、いやーやばいな、ちょっと調子悪いんですよね、打撃の方が。どうも模索しだと思うんですけど、見てる方はこれね、ヘボイですよね。なんかねやっぱりタイミングの問題なんかな。インコース打ちました、いやここは一気に勝負してくることもありますから、しっかり見極めたいですよね。なるほど、いやー何を待っているか、いやーやばいな、ちょっと重いな動きが。これが5球目、なあもう打てんよ、千賀さんが打てない。さあちょっとネタバレ入るんですけどね、太田選手を手に入れちゃったんで、ここは積極的に変えていきたいと思います。ここでスワローズ守備を変えてきました。基本的に1打席出したら交代というニュアンスを取りたいんですよね。またね守備は大事ですよ、やっぱり。ね、守備力が低いと守備範囲の問題がねどうしても出てくるんで。ストライクです、2球目は何で来るか、あやばい、膝元への変化球、ノーボール2ストライク。それよりね、まあ当然リアタイの話もそうなんですけど、振ってくれ、よく見ています、そう、よし、打ちました、オッケー、この後バッターは7番に入っている。あでね、まあ、リアタイもそうなんですけど、今日ホークスの試合があってましたね、 DeNA とやってましたね。 OK、 アウトじゃないのか、あーもったいない、くそ
DeNA とやってて、まあ、負けちゃったんですよ、2対4で。で、ツイッターでね、ちょっと見てたら、すごいバント批判をされてて、の、まあ、終盤の2点差ですよ。終盤の2点差。ノーアウト2塁1塁。ここで新人にバントをさせた監督に対して文句を言ってる人が、まあ、いつもの人たちなんですけど、言ってですね、そんなに叩かれることなんかなと思って、個人的に。だってオープン戦でね、新人にバントさせるとか、シーズンでさせるかどうかというか、やっぱりね、まあ、新人がね、極端に言えばギータぐらい打つんならね、別にバント練習とかさせなくていいと思うんですよ。あの主力級ぐらいホームラン打てそうなバッターだったら、ぶっちゃけね、いいと思うんですけど、まだそこまで計算ができない選手に対して、やっぱり、ね、終盤戦でこういう緊迫したところ、やっぱり追い上げてるところ、緊迫したところでバントができるかできないか、まあ、そういう経験を積むか積まないかっていうのは、まあ、当然大事だと思うんですよね、チーム その戦略として。それをちょっと試しただけだと思うんですけど、それに対してそんなに本気言われるのかなと思って、なんか批判してる人たちって何が目的で批判してるのかがちょっと分かんないですけど、僕的には。気持ち悪いですよね、ね、また批判どうなんでしょう。 OK、 追い込んだ。まあ、僕の YouTube チャンネルはね、別にアンチがいるわけでもなんでもないんで、ただね、まあやばい、あーもったいない。まあ正直言ってね、まあ、評価してくれる人、まあ、バット評価でもなんでもいいんですけど、まあ、嬉しいわけですよ、評価があるっていうのは。僕みたいな人間はね、まあ、それは人にそれぞれでしょうけど。 OK、 終わった。なのでね、高評価、低評価でもいいです、正直。つまらなかったら。はい、ということで、2対0で勝利ですね。最近勝ってるのは、配信の時だけ。配信というか、動画撮る時だけなんですけど、僕もいつも勝つも動画撮ってやってるわけじゃないんですけど、ランク戦で。でもね、まだまだ、僕もまだまだ弱いんでね。見てくださいよ、10戦中7戦して3勝4敗ですからね。まだまだ弱いです、僕も本当に弱い。まあ強くなりたいんですけどね、なかなかうまくなれないもんで。村がね、僕すごいんですよね、大体打撃面とかね、特にチャンス×がついてますからね、僕はチャンスに弱いんでね、まあ仕方ない。あ、さっきみたいなね、2点止まりとかね、本当うまい人だったら多分もう2点ぐらいは取れると思うんですよね、安定して。ああいうところをね、ちょっと頑張っていきたいですね。はい、ということで、今日は勝利を得ることができました。で、まあ、松本選手の良さは何なのか、まあ、結局、ツーシームとスプリットの、で、ツーシームの変化、あ、スプリットの変化量が低い分、結構低めとかでもね、打ち取りやすいじゃないかなと思います。ただね、まあ、スプリットはね、モロハの剣のところもあるんですよね。結構ホームラン持っていかれやすいというところがあるので、まあ、そこは注意してね、うん、相手の裏をかく際、あの配球で、ぜひぜひ、はい、使われたい、これ見て使いたいとか思ったらね、そこは気をつけた方がいいと思います。で、もうネットスタジアム、僕は全然走っておりません。もう諦めました。特に、まあ、絶対欲しいとかそういう感じではないので、まあいいかな、もう正直。ってとこですね。これがね、100万人ごととかきつい、結構きついんよね、やっぱ。きついっすね。これが30万ごととかだったら僕はやってたかもしれないです、まだ。もうエナジー貯めないといけないんでね、グランドオープンが始まるんで、今月中にね。まあ、今からどんどん貯めていきたいと思います。はい。ということで、今日の動画は以上になります。はい。ということで、また引き続き動画上げていきたいと思いますので、ご視聴の方よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。今回はこちらで失礼します。お疲れ様でした。